まあ、なんか、すべての情報を統合すると、タルポヨは切ってなさそう、のんちゃんの切る。うん、リソを抜けな、わかんねえ、これ。クルーメイト？なんか、よう引くねえ。ゲッサーか。素晴らしい。いやいやだってこれインポスターキル確定だもん。もう一個欲しかったなと思って拍手しちゃったよ。そう、素晴らしい。殺し屋キルがないやもん。君くそー、もう一個欲しかったよ。これよかったね。ゼロキルだったら頼むよ、取られてたよ。そうだよね。もう私早かった。早いと思った。いやいい、いい秒数だと思うけどな。自動の1票は、そうだよね、自動票です。誰だ、自動票だよね。自動票です。投票だよね。コロコロいるだろう。シリフがあれしてるかどうか。のんちゃんの死人があんなら聞きたいわ。ない。これはのんちゃんがご主人だ。あるね、停電の前にエンジンを左から右に走ってる。左から右。のんちゃんを切った人がシリフか殺し屋だと思ってる。だってこの辺りには死体ないよっていうのは言っても大丈夫。まあいいんじゃない。え、シャワーはないと思うんだよな。まあシャワーはないと思ってて、レソが今メインのね、あのカメラのところ、写真のとこ行ったけど、そこまではない。シャワー側からエレク右側はないと思う。だからのんちゃんじゃないわ、リソタヌポヨが停電中に多分シャワーに行って、多分下に行って僕が上に行ってるんだけど。あ、そうなんだ。ね、乗って終わった。昨日のんちゃん見てないんだよ。え、トット誰がどこにいる今。シャワー、タネポヨがシャワーの伸ばし棒のところです。うん、エレクがエレクの9、9、うん、はいはいはい。理想メイン暗室、メイン暗室アーカイブ。あ、青く青アーカイブです。青くアーカイブ。え、ごめん、これのんちゃんがご主人っぽいって言ったの誰だっけ。アシキトです。なんで、そう、エンジンから左から右に歩いていってるのは見えてるんですよ。停電の5秒ぐらい前かな。だから多分ね、そっちの方のはずなんですよ。メイン側ってことだよね。メイン側、メインから下か上か右のどっちかだと思ってる。まあ、なんか、すべての情報を統合すると、タルポヨは切ってなさそう、のんちゃんの切る。うん、リソを抜けな、わかんねえ、これ。なんか変だな。なんか変だな。思ったスケールと違うな、これ。
どっちかなんだよね、殺し屋。青か、青くんか、青くんかしうねさんで、移動距離的にはしうねさんの方がありそうだったからしうねさんうちです。猫麦がインポスターだと仮定した場合、アーカイブまでは行けてないと思うから、早いのでみんな暗室でずっと猫麦が黙ってないと無理だから、リサさんがすれ違った感覚がないから、終わってる人いんのかな、終わってない、あと1、ちょい、あと1、うわ、あと1だけど、2戦だわ、終わってんだけど、あと2ですね、むず、ゲス、しゅうさんが打たれる意味って何だと思う？え、打った方だと思って、いや、そうだから僕打った方かなと思ってて、どっちかというと、なんかさっきの議論ってのんちゃんがご主人様っぽいから詰めていこうみたいな話でやった時に、確かにしゅうねさんは切れる位置になるんだけど、でもそれを打つ意味が全くないから、しゅうねさんは打ってミスった人なのかなと思ってて、もしくはアルトからエンジンから左から右に流れてる猫麦の表現を出している、猫麦が死んでいるとすればメインかアーカイブかシャワーか電気、って考えたら、猫麦がインポスターで置いた場合は殺し屋で撃たれてるかな。殺し屋で撃つは、いや殺し屋はなんか結構微妙そうだと思ってるけど、殺し屋で撃つは結構微妙で、うん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 、一応セリフの説があるからそこのタク絞れない、いやわかんないな、あーそうだね、殺し屋で撃つかシェリフで撃つかみたいなところもあるやろうけど、シェリフで撃つことはないだろうから、撃つなら殺し屋で撃ててるかかなって思ってるけど、ゲスターテイシェリフ撃つ意味ないから、むずい、むずい、どうなってんだ、もうゲスターいないと思ってましたねゲスさんいない場合ってリソさんでしょ、え、しうねさん、しうねさんが、あ、しうねさんが脇位置次第で次タスクが終わるんですけど、ボタン押せます、はい、押せない、僕もない、初手の、あ、ぴょん吉崇拝です、ぴょん吉崇拝使用します、僕死んでたらすぐレポートしてください、あ、了解です、ゲスアケアです、ボタン欲しいです、じゃあ押そうかね、うんうん、遠いな遠いな、あ、遠いな、どうします、どうします、タスク、タスク終わってます、タスク終わった、マジっすか、ナイス、うわー、あーナイスー、危ない危ない危ない、危ない危ない、僕がサボタージュをしてればごめん、あ
アルトさんをねずっと探してた。アルトさんね奇跡のすれ違いしてたよ。アルトさんが昇降機左に入った時にアルトさんが弁当移動した。あ弁当弁当入った。いやシウネさんが撃たれた瞬間にアルトさんの発言から絶対ゲッサーだと思って殺さなきゃと思って。あ推測推測でできる位置がそれぐらいだもんね。アルトさんの発言からまあそう。殺しは撃ってるから。通常村だったらシウネ絶対ツイチだなと思ってました。やっとジンが引けたのに。いいゲッサーだった。いやーなんかさ。ゲッサーは残ってるんですよ。いやでもね、でも勝ち筋それしかなかったんだよな多分。いやでも僕崇拝なんで死んでたらレポートしてください。ダメですよ。なんかこの村の決め台詞って聞いた。そうこの村の決め台詞。これ聞けます。これ言うためだけに主催してるから。そうそれな。忘れとってあげて。ゲッサー悪すぎるだろマジで。一回言うから。違いますわ。僕はあのリソがゲッサーで抜かれてヒーって言ったのに。それさっき。悩ましかったですね。さっき霊界で聞いたのいいゲッサー。いやガチのやっぱり見てて気持ちいいから。いやそうですね。わかった。リソさんかで迷って。です。チームさん。あそうそうそこでタク生まれるんだよな絶対。そうそうそう。ただ猫麦が暗室にずっといそうになさそうだったから、千代さんにしました。ね、いやアルトさん目線そうだよな、そうなるよな。そうね、左から右に流れてるのだけは見えてるからね。うんうん。エンジンメインのね扉のところで私が切ってるから。ああそこなんだね。あそうなんだ。ナルくん切った後に。そう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 。ああなるほどね。リソさんがターゲットだったんだけど、リソさん見つからん、リソさん見つからん、あーもういいやーつってのんちゃんつって切る。とりあえず、やけくそ、やけくそ切る。やけくそ切るです。